ハイチューブ TV。落ちちゃった落ちちゃった。やばい。わ、前からすごいのが来てしまった。本当ね、北海道やばいですよ。やばいわこれは本当に。ちょっとマジシャレなんない。すごいです。なんかすごいこの除雪の。わかりますか？除雪車のこのデカさ、めっちゃすごいっす。やばいっす。あ、お疲れ様です。すごいっす。すごい、とにかくすごいです。特に内容は何もないんですけど、あ、そうですね、なんか美容師さん向けに、なんか結構 SNS とか、ホームページとかそういうブログとかそういう活用とかの、なんかセミナーっていうか、まあそういう情報は結構たくさんあるんですけど、結構例えばブログを書きながら、副収入を得るとか、例えば1個の作業をすることによって、それを収入源につなげていくようなこともちょっとお伝えできたらいいかななんて思ってはいるんですけど、どうしてもなんかその副収入とか、まあ、そういう部分に関してってちょっとこう敬遠されがちな内容だったりとかするんで、まあ、ちょっと僕も警戒してはいるんで、あんまりこうどこまで、必要としてる人がいるのかなとか、例えばですけど、まあ、僕は今美容以外に副収入があるんですけども、ドリフトは無理っすね。ドリフトてかドリフト普通にしそう、普通にドリフトしそうですね。結構やばい、これもうめっちゃ滑りますから。これそうそうそう、全然ちょっと話が変わるんですけど、ドリフトできるかな。いやー、ほんとやばい、雪がすごすぎて。で、なんかそのまあ美容師さんすごい頑張ってブログ書いたりとかいろいろしてると思うんで、その辺をただやるんじゃなくて、なんかその辺とこううまくコラボして、そういうなんか、まあ、副収入を得る方法とかってできると思うんで、その辺なんかまあ、これから、まあ、やってる人はいると思ういるんですけど、たくさんなんかやっぱり同じことやっててそれで収入入ったりした方がいいと思うんですよね。例えばブログアフィリだったりとか、なんかそういうのだったり、まあインターネットでビジネスするものってやっぱり物販か広告でしかないんですよ。あとはまあハイプとかトークとかもあるんですけど、そういうのが、まあ、あるんですが、まあ、その広告 と、物販と陶器系ですね、ハイプとか。まあ、陶器っていうと、まあ、ビットコインとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、そういうものだったり投資とかね、まあ、そういう、投資とかまあ置いといて、なんかなんだろうな、なんかいろいろ、例えば僕らはカットしてる間しかドリフト無理っす。ドリフト無理でしょ。この間ここで捕まったんだよね。なんか一時停止してないって言われて、このぐらい止まったのに警察来て、まあいいやなんですけど、なんだ、そうそうそう、まあいろいろとなんかそういうセミナーとかやっていけたらいいかななんて思うんですよね。まあちょっと僕少しそっちの方で、まあ、多少、まあ、パソコン苦手な中でもちょっとずつ勉強していったりとかしてたので、まあ教えられるものあるか分かんないですけど、
まあそういうので、まあ皆さんやってることをまあなんか1やったら2とか3ぐらいにできるようなものがやった方が絶対得だと思うんで、僕ら美容師ってカットしてる間とかお客さん接客してる間しか収入源ってないと思うんで、その辺でやっぱりね、なんだろう、その裏で動く、まあ、収入源っていうのがあったら、まあ、すごくいいかななんて思うんですよね。なのでまあそういうところを作れるセミナーとかできたらいいかな。ビットコインよりドリフトっすか？違う、それはちょっと厳しいでしょう。ドリフトできなくはないと思うよ。やってみる？てか事故ったら嫌だな。ドリフトやりますよ、本気で。ドリフトできるかな。いや、ほんとすごいわこれ。ドリフトできるかな。これドラレコ見たくなってるけどね、完全に。ドライブレコーダーですね、これ。あ、これこの間捕まるから一時停止してください皆さん。あー、もうすごい、ドリフトっていうかもうめっちゃ滑ってる。気をつけます。皆さんどうなんですかね。なんか皆さんアフィリエイトってやってます？やってないですか？まあ、興味あるんですかね、そういうのって。あんまりないですかね。まあ、やってる人はやってるとは思うんですけど、なんかアフィリエイトイコール怪しいなっていう感じがあると思うんですけど、結構例えば小学生とかでも、これ普通のちゃんとした報酬で、小学生とかでも、ドリフトする勇気イコール捕まる勇気なんだ。よくわかんない。ドリフト、まあいいか。結構ね、小学生でも下手したら月300万ぐらい稼いでる事実って実際あって、でそのインターネットの、ビジネスってみんな経験ないと、僕もそのやるまでって嘘怪しいとか嘘だろうって思ったんですけど、はい、警察です。あ、やばいやばい、車来た。結構ね、結果出るまで嘘だなとか思ったんですけど、でも本当に実際自分がまあこうやっていくと、あ、本当なんだなっていうのが分かるわけですよ。で、自分の中にそういう、なんだろう、経験値がないと、絶対無理でしょうとか、そんなの怪しいでしょ、嘘でしょってなっちゃうと思うんですけど、自分の中にしっかりその経験があると、その間に経験値積まないとダメですけど、簡単に誰でもできるわけではないので、そうなると、あ、本当にこういう世界もあるんだなっていうのが分かるんですよね。で、例えばライブドアの堀江さんとかって、1回刑務所入ったけど、やっぱすぐ今堀江門って結局今もね、結果出せてるじゃないですか。で、あの人のメルマガとかの登録だけでも、多分メルマガとかの登録だけでもすごい金額なんですよね、月に。でもう本当にああいう風に IT を駆使していくと、IT で稼ぐ方法とかってすぐ分かるんですよ。だからそれと美容とか組み合わせてもいいかななんて僕は思うんですけど、で僕が、まあ、コミュニティに入ってて、そのコミュニティでまあ、僕なんかパソコン本当に苦手なんで全然分かんないんですけど、その中で、まあ、教えていただいたり、あ、水野さん参加してくれましたね。
いやとか、あの今参加してくださった水野さんとかに教えてもらったりとかですね、まあそのコミュニティの人にいろいろなことを教えてもらってるんですよね。僕のメルマガですか、ボルク、LINE でやろうかな。エッチな内容だけですけど大丈夫ですかね、僕のメルマガ。かなり滑ってますね。まあいいや。ね、なんかこう僕なんかモヤモヤしてて、なんか美容師さんとかもっと軽く見てます。はい、ありがとうございます。見てなくて、あ、見なくて大丈夫ですよ。ありがとうございます。なんかそうだな、なんかもっと美容師さんできんじゃないかなと思ってるんですよね。なんかもっと幅広くっていうか、きっともっとできるはずなんです。なのでそこを効率よく、まあ0から1をやるときってすごく大変な、体力も使うと思うんですけど、なんかその辺をね、できるんではないかなって僕思うんですよね。なんでなんか例えばちょっとね、カラーとかパーマの放置タイム中にちょちょちょっとこうやって、なんかそれでまあ収入得てもいいんじゃないかなって思うんですよね。それはそれで悪いことじゃないと思うので、まあそういう時間をちょっと使ったりとか、そういう風にしてったらいいかななんて、思ってます。なので、なんかもうちょっと時間をうまくこう使ってやっていけたらなんかもっと面白いかなと思うんですよね。はい、なんか皆さん、アフィリエイトとかネットビジネス、ネットビジネスってあのネットワークじゃないですよ、ネットビジネスってなんかどういう風に捉えてるのかなとか思って、結構どういう感じなのかななんて思うんですよね。なんかどう、それに対してやっぱり、メンタルブロックっていうか、ちょっと気持ち悪いなとかっていう考えてる人が多分 80% ぐらいなんじゃないかなって、僕もそっち側だったんで実際の話、だから多分そういう感じなのかなって思うんですけどね。どうなんですかね。僕 YouTube で、YouTube って僕自分の顔出してる YouTube あるんですけど、美容師さん向けにやってるようなやつとか、あれはぶっちゃけその YouTube としては収益は全然生まれてなくて、で別でちょっと顔出してないんですけどやったりとかしてるんですよね。やってるってか今ちょっと休んでるんですけど、だから結構ねいろいろと、できるっていうかあれなんで、なんだろう、いろいろなんか方法あると思うんですよね。なんでなんか、あらすごいな、止めれるかなこれ。なんでまあ皆さんいろんな方法で何言ってんだろう。うん、だからまあその YouTube とかでもまあ副収入っていう形で、あれはなんていうの、1回アップしたらどん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 その視聴回数増えてくんで、結構いいんですよね。なんかそのある程度突っ込めば結果出たりもするので、ただまあ今ちょっと僕は YouTube 今お休みしてるっちゃお休みしてるんで、ちょっとそこの収入は今ちょっとないんですけど、まあちょっと今3月からまた始めようかなと思ってて、で今話してる YouTube っていうのは僕が顔出してやってるやつじゃない話ですよ。本当本来は自分が顔出してる YouTube とか美容師さん向けのやつで収益が生まれれば一番いいんですけど、実際の話、そのまた収益生む YouTube と、なんかその僕はまあ趣味でその美容のやつをやってるんですけど、そういうのはまた別なんですよね。趣味のやつで結果が出れば一番いいんですけど、
ありがとうございます。頑張っていきましょう。はい。いや、僕稼いでないですよ、全然。はい。まあいいんですけど、なんでしょうね。美容業界になんかこう、美容業界にっていうのはちょっと話は大きいですけど、なんか僕が役に立てないかなって、まあ思って考えてはいるんですけど、誰かのために、まあ今いろいろやって勉強してるのも、自分っていうよりもなんか、業界のためって言った話でかいな。なんか美容師さんのためになんかできないかなと思ってやってるんですけど、まああとね、そんな今結果出してるわけじゃないんで大した。後輩に一言。なんだろう。後輩に一言とはね、なんだろうな。40歳までにね、結構頑張んないとダメだなと思うぐらい。遊ぶのもいいけど、やるときやらないと、後で困るよっていうぐらいですかね。40歳までにある程度基盤作って、で、そっから、今度その40歳からステージで頑張っていくみたいな。僕ちょっと出遅れちゃったんですけど、もうちょっとやっとけばよかったなって正直思ってるんですよね、実際の話。なんです。なんで、40までちょっと電話してきます。はい。わかりました。なんですよね。雪すごいですね。止めれるかな。はい。ためになりますか?ありがとうございます。ためになってんのかな、これ。なので、なんだろうな。なんかちょっと、美容師さんとかの働き方もこれから変わってくるとか、発信も変わってくると思うんですよね。いろいろと。なんかそういう風になっていかないと、ちょっとやっぱり出遅れてしまってるのかなと思うので、海外から比べると。なので、もうちょっと、そこら辺を、やっていけたらいいかなって、思いますよね。例えばブログにしても、まあ、ワードプレス使う必要もそんなに、ありがとうございます。ワードプレスに今結構移行してる人が多いと思うんですけど、まあ別にワードプレス使う必要もなく、別にまあシーサーブログとかも全然そういうのでもいいですし、なんかそういう自分でサーバーのね、レンタルしなくても使えるところあるんで、まあアメーバって最近ちょっとね、少しずつ落ちてきてはいるんですけど、やっぱりね、商用利用がちょっとできないブログですから、アメーバとかになってくると。なんでまあその辺で、商用利用できるとしたらシーサーブログとか、まあその辺になってくるのかなと思うんですけどね。まあハテナブログも結構使えるのかな。ハテナで結構稼いでる人もいるんで、まあ物販とかね、その辺、まあもう一回言いますけど、インターネットで稼ぐのって物販と広告と、あと陶器系だと思うんで、それをなんかやり方変えたり技を変えたりとかして、ただ皆さんやってるだけで、意外となんかよく分かんないっていうか、難しいってイメージがあるんですよね。僕も今も未だによく分かってないんですけど、なんか意外とそこって、どのステージを使ってるかだけなんで、 LINE を使うのか Twitter を使うのか、ブログを使うのかとか、なんかただそれの使う、そのなんて言うんだろう、使ってるフォーマットが違うだけであって、そうなんですよね。だからツイッターが得意な人はツイッターで、ブログが得意な人はブログでとか、フェイスブックだフェイスブックとかで、まあいろんなそのフォーマット、まあ、使う場所っていうかね、で、を使って、ただその物販もしくは広告、それからまあ陶器系とか、まあそれをやってるだけだと思うんですよね。ただなんかそのアフィリエイトっていうとすごい難しい感じがすると思うんですけど、だからその美容師さんのためにも、ありがとうございます。なんかもっと僕も勉強して、なんか今後本当になんか美容師さん向けになんかお伝えしたいなと思うんですよね。でなんかもっとこう楽しく、まあブログ発信しても、なんか
そこで結果出た方が絶対面白いと思うんですよね。ただ発信するんじゃなくてブログ発信して共感してくれる人がいるっていうのも一つですし、そこが数字につながったりとか自分の収益につながってきたりするともっと楽しいと思うし、やりがいが持てると思うんですよね。なのでその辺をなんかちょっと絡めていくような活動もしていきたいなって思うんですよね。で、美容室も最近結構多くなってきてるっていうか、最近もちょっと家の近くの美容室さんちょっと一軒なんか閉めちゃったみたいで、ちょっと美容業界も結構どうなのかなって感じがあるんで、やっぱりそこでそういうね IT の部分を勉強することによって視野が広くなるっていうか、いろんなものが見えてくると思うんですよね。なのでアナログに攻めていくのもいいですけど、アナログじゃもうちょっと時代的にやっていけない部分もあると思うので、やっぱそこを勉強していくと面白いのかなっていう感じはしますね。ある程度のレベルまでいくと、僕はまだそこまでいってないですけど、だんだんなんか結果出ると面白いんですけど、結果出ないとなんか結局ダメやんってなっちゃうんで、その結果がね、早く出る人もいるし出ない人もいるんで、結果が出ればすごく楽しいですし、結果が出ないとやっぱダメだねみたいな感じで、やっぱなんか怪しいねとかで終わっちゃうんですけどね。なんで、なんだろう、はい、なんかそんなような発信ができたらなって勝手に思ってみましただけです。では皆さん、北海道の雪は半端ないんで、北海道来るときは気をつけてください。北海道いいなっていう方結構いらっしゃるんですけど、この雪結構きついんですよね、本当に。です。ではさようなら、バイバイ。皆さんありがとうございます。切ります。